恋もしことも順風満ほとはいかなくなる。菊池亜美が大阪在住で5歳年上の会社役員と交際していることを7月7日発売のフライデーが報じている。同誌ではその男性が菊池の頃宅に2連泊したことが小タスクされ、二人でシャッタ写真も掲載されている。何より菊池本人も交際のこと実を認め、彼と破結婚を意識しているし、正気を見極めた話もしています。もう、めちゃくちゃ好奇ですとも豪語。ところぞくことつとむところまでも菊池の恋愛を応援しているようだ。菊池派アイドリング。の元メンバーであることを超えれば、ファンのメンタルも心配なところ。ですが、極殺しかにばらえてタレントへのシフトに茂る子をしていることもあって、菊池の活躍さえ見られればいい、と超えるファンが対応なのでファンリレの心配はなさそうです。エンタメシライター。しかし、この熱愛により行ったりよしで菊池のタレントとして善意が出早する可能性もあるという。菊池は元アイドルでありながらも、鼻フックや体中ローションまみれになったりと、バラエティで歯体を調って奮闘しており、それが評価され、現在の地位を築いています。それゆえ、彼氏ができたことで、もし、菊池の中に汚れな転ぶんを見せたくないという記事が目線へ、今まで弾けていた仕事に NG が出てくると面白みがなくなってしまいます。変に、女にならなければいいのですが、前で中黒エンタメシライター。結婚後も一切りぶれずに体とおたりでバラエティに超無鈴木な踊り地あたりを菊池も見しゅった方がいいのでは。田中子。ですが、極殺しかにばらえてタレントへのシフトに茂る子をしていることもあって、菊池の活躍さえ見られればいい、と超えるファンが対応なのでファンリレの心配はなさそうです。エンタメシライター。しかし、この熱愛により行ったりよしで菊池のタレントとして善意が出早する可能性もあるという。菊池は元アイドルでありながらも、鼻フックや体中ローションまみれになったりと、バラエティで歯体を調って奮闘しており、それが評価され、現在の地位を築いています。それゆえ、彼氏ができたことで、もし、菊池の中に汚れな転ぶんを見せたくないという記事が目線へ、今まで弾けていた仕事に NG が出てくると面白みがなくなってしまいます。変に、女にならなければいいのですが、前で中黒エンタメシライター。
ケツ今後も一切りぶれずに体とおたりでバラエティに超むすずきな踊り地あたりを菊池も見しゅった方がいいのでは。田中公。